皆さんこんにちは、アップルミスタです。本日は2023年12月4日イングランドプレミアリーグラウンド14マンチェスターシティとトッテナムの試合を解説したいと思います。2018年のペップの言葉、ポジショナルプレーという発想は、自分たちがボールを持って攻撃している時でも、逆に相手に攻撃されている時でも当てはまる。ポゼッションを失った時に、選手たちはすぐボールを奪い返すために正しいポジションを取らなければならない。すぐにボールを奪い返せない場合はカウンターアタックを受けないためにやはり正しい位置につく必要がある。そういったこの試合の6ゴールのうち4ゴールは攻守の切り替えから始まる。シティが2ゴール、トッテナムが2ゴール。互いにクオリティの高い攻守トランジションではありましたが、一瞬のスキー、一瞬のミスが失点につながる好ゲームだったと思います。試合はいきなり動きます。マンチェスターシティのコーナーキックからボールを奪ってカウンター。先日出しましたアントニオ・コンテ・スパーズにもあったように見事なカウンターでソン・フンミンのゴールが生まれました。戻りまして、この時点でジョンソンがウォーカーの見えるところに走ってるんですが、角度を変えてウォーカーの背中を取ることにより、ウォーカーが一瞬ジョンソンへのパスラインをケアするために一歩バックステップを踏んだことによりシュートへのケアが遅れ、ゴールへとつながりました。しかしその3分後シティがすぐに返します。ソン・フンミンのオウンゴールを誘発、すぐに振り出しに戻します。前半11分、トッテナムの立ち位置はこのような立ち位置、4バック、ダブルボランチ、トップ下と両ワイド、ワントップ。このような立ち位置からキーパーにボールが下がったとしてもマンツーマンでボールを奪いきていることが分かります。キーパーにプレッシャーへ行くということはフィールドバック11対10必ず数的優位ができます。そこでできた数的優位はここです。相手右サイドバックに対しバルディオルとドグで数的優位となり、バルディオルを一瞬フリーにしました。戻りまして、この時点でもウォーカーとシューバーのところで相手サイドハーフに対し数的優位ができていることが分かります。このようにボールを奪いに来る相手に対しいかに数的優位を作り使うか、それがマンチェスターシティの前進方法であります。戻りまして、この時点でワントップハーランドに対し相手2センターバックがついていることから、右サイドでも数的優位、左サイドでも数的優位、2箇所数的優位ができることになります。そしてフリーマンを使いながら前進しますが、ボールフリーになった状況でマンチェスターシティの崩しのお家芸、背後を狙うことにより相手を引きつけボール状況をフリーにしシュートまで行ったシーンです。次もスローインからですが、背後へのアクションにより相手を引きつけサイドをフリーにしているシーンです。戻りまして、この時点でアルバレスが背後に動き出さず中間ポジションを取って立っていた場合、もちろんここでフリーで受けれることもあるかと思いますが、ボールの移動中に相手に寄せられプレッシャーを受けてしまうことも考えられます。そしてここへのパスもある程度距離があるので、ボールの移動中に寄せられてしまうリスクが考えられます。ドクを完璧にフリーにするためにアルバレスが背後へ動き出し相手を後ろに走らせ、ドクへの対応を遅らせています。前半17分、この日のシティの戦い方が分かりやすく出たので解説します。トッテナムのこの 4-2-3-1 に対しシティは 3-4-3、 攻撃時にアカンジが1個前に出て相手トップ下に対して2対1の状況を作ろうというのが狙いだったと思います。そうさせないためにトッテナムはボランチが1枚出てきて同数に持っていっていることが分かります。戻りまして、相手ボランチが出ていったスペースにシューバーが降りることによって2人を引きつけていることが分かると思います。そのセンターバックが出てきて空いたスペースをハーランドがついていることも分かります。ここではフィニッシュには結びつかず相手に奪われてしまいますが、ここのこぼれ球に反応したのは左サイドバックバルディオル。攻撃をしながら守備の準備をしていることが分かると思います。そしてさらにキーパーのクリアボールを拾ったのはロドリ。ここではうまくいかず相手に拾われてしまいます。しかしシティが奪われた瞬間から奪い返しに行っていることが分かると思います。サッカーにおいて私はかなりエゴイストだ。ボールは常に私のものにしたい。もし相手がボールを持っていたら待たずに奪いに行く。ボールへプレスする。ボールを奪いに行くと彼らに理解させるんだ。私のチームはそんなチームだよ。というプレーが表現されていましたが、この状況ではトッテナムのうまさに打開されてしまいます。戻りまして、これぞアンジェ・ポシテコグルーのビルドアップ。マリノス時代からやっている偽サイドバックで相手を引きつけセンターバックの運ぶスペースを空けウイングをフリーにしています。そしてここでシティの守備の狙いが一つ見えました。相手にボールを持たれるものの前進を許さず下げさせ、自陣では 4-4-2 の守備ブロックを作っていることが分かります。コンパクトを形成しながら縦パスを防ぎ相手に下げさせ、バックパスしかない状況を作り、バックパスが出たタイミングでスイッチを入れボールを奪いに行きます。そして相手コートに入るとマンツーマン気味でボールにプレッシャーをかけ規制をかけようとしているのが分かると思います。
そして前半30分、シティのスローインから攻撃ですが、ボールを持ちながら奪われた時の守備の体勢を整えていきます。ここではクリアされるものの、ロドリ、アルバレスが反応、そしてバルディオルがこの位置で反応。そしてハーランドに注目すると、ハーランドが相手の背中に入ることによって相手を一瞬引きつけ、アルバレスの対応を一瞬遅らせました。そして空いたスペースにフォーデンが入り込み、見事なゴールでした。別カメラで見ると、クロスに対し相手のクリアがこぼれそうなところに、ロドリ、アルバレス、バルディオルが立ち位置を取っていることがわかります。そしてこのハーランドの背中を取る動きに一瞬ですが、ハーランドに引きつけられ、アルバレスの対応が一瞬遅れていることもわかります。そしてわずかにできたスペースをついたフォーデン、見事なゴールでした。攻撃方向が変わり、68分、シティのビルドアップ、陣形に下げたところから始まります。トッテナムのゴールにつながるのですが、少しシティの選手間の距離が大きくなっていることがわかります。そしてミスを誘発し、インターセプト、ショートカウンターでゴールとつなげたシーンです。これだけ人と人の距離を遠くし失ってしまうと、最も危険なところにボールは入りやすくなってしまいます。そしてここでソン・フンミンが最も危険な相手の背後に走り抜けることによって、相手を引きつけ、チェルソンのシュートコースを作りました。見事なゴールでした。そしてシティの3点目、相手のフリーキックからボールを奪い、アバウトなボールを拾うところから始まります。ボールを奪った時点ですでに数的優位、相手ディフェンダーはキーパーとディフェンスラインの間をケアしますが、その手前のスペースをうまく使って3点目です。そして終了間際、トッテナムの同点ゴール。シティのプレスを質的優位で打開、そして空いたスペースに入れ、サイドバックがインナーラップすることでワイドレーンをフリーに、状況は1対1、ここでも質で勝負。そして大外から視野外から入ってきてクロスで見事なゴールでした。いかがでしたでしょうか。シティに目を向けると、セットプレーで1点目、ボールを持ちながら奪われた瞬間に即奪還し、ショートカウンターで2点目、アバウトのボールに対しての不足から良い立ち位置を取り、相手にボールを取られるも即奪還し、ショートカウンターで3点目。即奪還できるのはボールを持っている時の立ち位置が良いから。冒頭でペップの言葉を挙げましたが、まさにペップの試合展開だったのではないでしょうか。しかし失点に目を向けると、1点目はセットプレーからのカウンター、2点目は広がりすぎて失った後のカウンター、3点目は質で崩されました。失点の2点は攻撃時に良い守備をするための立ち位置が取れておらず失点となりました。ただそのミスを逃さずゴールに結びつけたトッテナム、さすがアンジェ・ポステコグルー、非常に面白い試合でした。いかがでしたでしょうか。この度当チャンネルにウェアのご提供をいただきました。ブランドコンセプト、リスペクト・ザ・ベーシック・ビギン、チームメイト、指導者、対戦相手、レフリー、スポーツに関わる全ての人にリスペクトの精神を忘れずに、スポーツの始まりは全て基本の積み重ねと繰り返し、スポーツを愛する全ての人にレバンディ。このウェアにご興味がありましたら、ぜひ概要欄の方をチェックをお願いいたします。